こんにちは。 STV ニュースウォーカー藤森康江です。それでは今週のニュース項目です。来週に迫った須坂市版事業仕分けについてや須坂市第5次総合計画答申のニュース、その他これまでの出来事などをお伝えします。国や各自治体でも盛んに行われている事業仕分けですが、来週11月6日7日には須坂市版事業仕分けが行われます。今回どのような目的でどのような事業が仕分けられるのかをまとめました。須坂市版事業仕分けは、市が実施している事業がそもそも必要なのか、市が実施することが適切なのか、実施方法に問題はないのかという観点で事業見直しの参考にしたいと今回初めて実施されるものです。国の事業仕分けのようにですね、廃止をするという、そういったことを目的にして行うものではなくて、市の行っている事業は議会や審議会においてもその必要な事業であることは間違いないんですけども、さらにその優先順位ですとか、効率性をさらに高めていくと、このためにはどのようにしていったらいいのか、この辺は仕分け人の方々に仕分けをしていただきたいというようなことでありまして、事業を市民の皆様にとってより良い事業にしていくと、これが目的で今回事業仕分けを計画しているというものであります。対象となるのは2年以上継続している50万円以上の事業で、市役所各部署からの申し出と公募により市民から挙げられた候補の中から須坂市が24事業に絞り込んだものです。主なものとして、昭和40年代から毎年開催している須坂市総合防災訓練、事業費はおよそ192万円、関係機関や市民など総勢800人規模で行う大規模訓練です。高齢者の外出を促進するための路線バス電車利用料金助成金、事業費はおよそ1150万円、70歳以上の高齢者1人当たり年間3000円を助成しています。総額11億円にも上る市税など滞納金の収納率向上に向けた取り組み、事業費はおよそ3000万円、口座振替の推進や夜間日用窓口、インターネット購買などを行っています。友好都市を結んでいる中国吉林省紙幣市との交流事業、事業費は282万円、平成6年の友好都市締結を機に訪中団、訪日団の相互受け入れを行っています。一般公募から出されたものは、須坂市の文化振興事業や指定管理者が運営するユックランドの在り方などについて市民から疑問が投げかけられています。中でも今回の対象事業の中で最大事業費およそ2億5000万円となっている文化施設管理事業、メセナホールや世界の民族人形博物館など市内の美術館、博物館などの管理運営費、イベントにかかる経費、人件費などが主な内容ですが、箱物のスリム化や芸術文化支援の意義を問う声も多く、今回の仕分けのポイントになりそうです。仕分け人は民間の会社経営者や他市町村の行政関係者、各種団体からの有識者など12人、当日は2会場に分かれ、各事業45分の制限時間を設け、最初の5分で事業担当者からの説明、30分間の質疑応答の後、事業不要、民間へ異常などの評価を仕分け人の多数決で決めるやり方です。仕分け結果についてはそのまま採用するのではなく、後日関係各課がその対応方針を作成し、行政改革推進本部会議の中で最終的な判断を下し、来年度の事業計画に反映する方針です。須坂市総合計画審議会は10年間のまちづくりの理念や政策方針などを示す第5次須坂市総合計画の基本構想と前期基本計画などをまとめ、26日三木正夫市長に答申しました。須坂市第5次総合計画は平成23年度から10年間の須坂市を見据えた将来目標やその実現のために、市民と行政が進めるまちづくり計画です。審議会は経済、
医療、福祉、教育などの各分野の有識者16人の委員で構成され、昨年7月から1年間計6回の会議で検討を重ねてきました。答申では基本理念としての安心安全のまちづくり、元気なまちづくり、交流のまちづくりを掲げ、前期基本計画の重点プロジェクトとして人口増加、生涯健康都市、人材・知財育成活用、地域発、環境保全、エネルギー創出の4項目を置きました。前期期間は平成23年度から27年度の5年間。具体的な数値目標として、人口増加プロジェクトでは、須坂市の人口は10年後の平成32年度までに、現在よりおよそ 10% 減少、4万7000人となる推計から、この減少幅を半分のおよそ 5% に抑え、5万人台を維持していくこと。生涯健康都市プロジェクトでは、健康づくりのための各種教室や相談などへの参加者を7000人から9500人に。人材・知財育成プロジェクトでは、市の審議会委員などの女性委員の割合を 30% から 35% へ。また、ボランティア登録団体数を156団体から180団体へ。環境保全・エネルギー創出プロジェクトでは、太陽光発電施設の設置数を381箇所から1015箇所へ。また、1人当たりの年間ごみ排出量を可燃ごみ208キロから185キロへ。不燃ごみは11キロから9キロへと、それぞれ重点プロジェクトを進めるための施策に具体的な目標数値を掲げました。住民の声を行政や議会に届ける目的で組織する小布施まちづくり委員会の環境を考える部会は25日、刈田山の採石場を視察し、現在行われている採石事業の確認を行いました。小布施まちづくり委員会は、省内のさまざまな課題について、住民同士が議論し、行政や議会と連携して解決策を探ることを念頭に、2年前に発足したものです。環境を考える部会は、今後扱う問題を探る行動の一つとして、岩肌が露出している刈田山の採石場を視察し、現状と将来の見通しを把握しようと担当者から説明を受けました。委員が現在の状況を質問すると、標高710メートルの最上部付近は小布施町から見えることを考慮し、これ以上は掘り進めず、もともとあった広葉樹を段階的に植栽している。岩肌が露出している部分の植栽が全て完了するまでには50年以上は優にかかるだろうと話しました。今回の視察を踏まえ、11月19日に委員会を開き、問題点を洗うとともに、今後の方向性を決める方針です。利用者減少で存続が困難となっている長野電鉄八代線の活性化について考える協議会で、27日、7月から9月に行われた実証実験の報告が行われました。報告によると、期間中列車の増発や割引券の発行のほか、イベントなどを企画し利用促進を図ったところ、実証実験開始前の6月に比べておよそ1割程度の利用者の増加となりました。また、須坂市、長野市、千曲市の沿線住民3500世帯を対象にアンケートを実施、このうち2947世帯から回答を得ました。八代線の存続についての質問では、維持すべきと答えた人は 39%、 維持が困難であれば電車ではなくバスなどの運行でも良いと答えた人が 51%、 必要性を感じないと答えた人が 9%。 須坂駅と千曲市の八代駅を結ぶ長野電鉄八代線は、利用者の減少から累積赤字が50億円に上り、単独での運営が困難として、昨年沿線自治体と長野電鉄などで長野電鉄活性化協議会を作り、活性化に向けた方策を検討しています。協議会では今月31日長野市内でシンポジウムを行い、来月活性化協議会を開催し、さらに今後の運営形態について検討を行うとしています。技能五輪挑戦2年目の快挙です。
第48回技能五輪全国大会に出場した市内高高のオリオン機械の選手が銅賞を獲得するなど健闘しました。全国の青年技能者1300人余りがそれぞれの専門分野で技を競った技能五輪全国大会が神奈川県を会場に22日から25日までの4日間開かれ、そのうち23日に行われた冷凍技術競技では銅賞を含む4人が入賞を果たしました。神奈川県立産業技術短期大学を会場に開かれたこの競技は、太さの違う銅管や異なる種類の金属を規定時間内に図面通りに加工、接合し、その精度や出来栄えを競うもので、オリオン機械の選手は出場経験豊富の常連企業の競合選手に混じり前線をしました。オリオン機械の選手は冷凍技術の競技で銅賞を含む4人が入賞を果たしました。孫生に携わる理事者を実際に招いて、中学生が発案したアイデアを提言する議会形式の会議、中学生議会が27日高山中学校体育館で開かれました。自分たちが行政の行う施策を理解し積極的に関わろうと、12年前に生徒会の発案で始めた中学生議会、今回は事前に作られた通告書に基づき5つの質問が村に寄せられ、所管する担当者が答弁を行いました。村内4つの施設に対してのアンケートでは、視力増進施設の認知度が低いのは残念、新たな提案として村内で使われるゴミ袋に生ゴミが堆肥になることを印刷して周知することが効果的と1年生が提案しました。それに対し久保田勝志村長は、素晴らしいアイデアであり袋に印刷するなどして理解を図りたいと答えました。本格的な冬の到来を前に、高山村の松川渓谷では紅葉が見頃を迎えています。松川渓谷の紅葉は例年10月に標高2000メートルの笠岳から900メートルの山田温泉まで1ヶ月ほどかけて紅葉前線が降りていきます。続いてその他の話題をまとめてお伝えします。須坂商業高校で22日から24日まで開催された恒例の須商マーケット、今年は3日間を通じて来場者はおよそ4000人、売上は昨年を100万円以上上回る570万円に上りました。法隆寺などに保存されている衣装の古代茜といわれる草木染めを現代に再現した第一人者、草木染め作家田中幸人さんの個展が小布施ミュージアム木造館で開催されました。小布施町などが主催する秋の味覚を一堂に会した恒例のイベント、信州小布施緑の架け橋祭りが23日24日に行われました。独立行政法人となってから初めてとなる県立須坂病院の病院祭が24日盛大に開催されました。須坂市が花と緑のまちづくり事業の一環として行っている花のまちづくりコンクールとコンテナガーデンコンテストの表彰式が24日ユックランドで開催されました。芸術の秋、須坂市民の文化芸術の祭典須坂市民文化祭音楽祭が24日メセナホールで開かれました。26日市内にあるニレーコミュニティセンターで社会福祉協議会ニレー支部が主催する高齢者との会食会が行われました。それでは今回の STV ニュースウォーカー、この辺で失礼します。